甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーというのは苦手でしたね。なるほどね。さあ、そして打席には長野が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、先制を防げるかという場面。当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。はい、初球いいところに決まります。バットが空を切りました。打ちました。小畑一塁送球、アウト、ツーアウト。さあ、そしてバッターボックスには田中が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。先ほどのアウト、初球打ちファウルになります。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、そうですか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んで引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。バックホームするタイガース、さらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。タイガースが見事勝利を収めました。小宮山さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。